ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミレニアム学園、ごきげんよう。ラビット2、作戦準備完了。海とはいえ警戒任務は怠らないぞ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。嬉しい、先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。自警団任務の延長ですね。アリウススクワットのサオリだ。中の物語の自警団任務の延長ですね。じゃーん、つい小さいからって舐めないで。ようやく海に到着です。さあ先生、たっくさん遊びましょうね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。
ゲヘラ学園給食本の中の物語の少女を美しくするのはゲヘラ学園給食怪我をされた方はいらっしゃいますか。私の名前は明城ルミ。仙台峡高級中学校の現部紹介で会長をやってるんだ。気軽にルミって呼んでね。お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。小さいからって舐めないで。ご主人様と一緒に。時系団任務の延長ですね。本の中の物語の小さいからって舐めない。ミレニアム学園小さいからって舐めないで。本の中の物語の絆参上です。先生のいえ主殿のお呼びを受けて走ってまいりました。怒ってないから誤解しないでね先生。顔が怖いってよく言われるんだ。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ゲヘラ学園9すべての出会いは必然。すべての出会いは必然。会えて嬉しい。私の名前はハカリアツコ。先生は初めて。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ゲヘラ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたら
いつでも私に言ってくださいね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。こちらラビットワン、着替え完了しました。これより潜入作戦を開始します。